きと同じです。部屋はか片方だけ破れてるのってこういう服だから。ちょっと今日は斜めに破りました。破りましたっていうか破れてます。コココココン、ありがとうございます。コアン、ありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。こんな感じです。こんな感じです。着替えたの、はい。なんか着替えました。イメージチェンジ。はい、イメージチェンジいたしました。コココココン、眉毛かな、コン、ありがとうございます。はい、チッチコチンはバーガーと配信させていただきました。ありがとうございます。眼帯取れたんで、そう、昨日まで2日間眼帯してたんですけど取れました。そう、もうなんか今日まだ治ってんのかわかんないの。もみじありがとうございます。新しいやつ、これチッチコチンでさっき見たやつ、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、なんか昨日まではちょっと腫れてたんですけど、まだすごい、そう、すっごい腫れてたんですけど、なんか今日なんかそんなに普段からさ目そんなにさピッて二重なわけじゃないからさあんま分かんないけど、別にそんなに今日は晴れてないです。メイクも大丈夫、メイク、うん、多分。でもなんかキラキラが目に入っちゃうといけないかなって思ったので、キラキラは今日塗ってません。はい、ちょっと白いのをつけただけです。かゆいかゆい、ちょっと待って、腕をかかせて、かゆい、はい、はっ、マルタンのアバターの方、ノーマルタンのアバターの方、名古屋城ありがとうございます。ありがとう、ちょっと虫パッチ貼っときますね、あとでアンパンマンの。じゃ一回書いたらちょっとかゆくなっちゃう。ありがとうございます。ちょっとね、さっきのチコチンではお名前が呼べたんですけど今は呼べないです、ごめんなさい。何時までやりますか。何時まで、20分30分ぐらいやる予定です。今日はこの後塾があるので25分ぐらいやります。はい、25分ぐらいやろうと思います。ちなみにわしは二重顎、違うやん。ちなみにわしは二重じゃなくて二重顎です。お、そうですか。もみじありがとうございます。背中もかゆい。5分の夢。はい、皆さん、今日はですね、ちょっと皆さんに渡したいものがあります。昨日を渡し忘れてたんですけど、こちら、メダルグミ。なんかみんなにお礼することができないので、これで、あともう一個いいもの、つまらないものですが、どうぞ。つまらないものですが、皆様どうぞ。ありがとうございました。なんやねんって感じだよね。じゃあチャリーン、札束。これちなみに1億です。全部で5億あります。ちなみにこれは辛口焼き釜、マヨネーズ、マヨネーズ入りだって。マヨネーズ入ってんのこれ、めっちゃ最高じゃん。マヨネーズ入ってるよ、焼き釜だって、焼き釜。つまらないものですが、こちらの
お金に見せかけた焼きカマとこちらの金メダルに見せかけたキティちゃんのグミです。つまらないもんですがどうぞ。ありがとうございました。で昨日渡そうと思って忘れちゃったの。ちなみにこれのカロリーは12キロカロリーだそうです。あ、ありがとうだって。つまらんのもらうわ。めっちゃ嬉しいだって。どうもありがとうございます。何時まで配信ですか？30分35分くらいまでです。でモモタンのお腹に入るんだよね。バレた。皆さんにあげますが全部モモのお腹に入ります。モモのお腹か弟のお腹に入っていきます。尊いありがとうございます。昨日のケーキどうなった？あ、もう食べた。おーい。はい、すいませんが入ります。一人で、うん、違います。フルーツは食べました、たくさん。金メダルチョコレートだ。チョコレートじゃないって、これグミだって。開けてみようかな。ちょっとじゃあ今開けてみたいと思います。いい、開けて、いい、いきますよ。グミだ。めっちゃグミ、グミ、グミ、わかんないか、こっちだ。グミ、ブルーベリー味のグミです。ちょっと食べたい。食べたい。おいしい。どうぞ。これはあと食べます。うんうん、ブルーベリーのグミです。食べかけありがとうだって。食べかけてないので、ちょっと、いや、もう大丈夫、多分大丈夫っていう感じではないんだけど、昨日より晴れたないです。うんうん、焼く、美味しい。ありがとうございます。焼くしていただき、それは夜食に。夜食に食べるの？表を見せておけば食べてもバレないね。あ、確かに。おうじゃん、これずっと使えるよ。おにぎりは後で食べるのあるよ、今。さっき始まる前に頑張って握ったんです、男梅のおにぎり。どうぞ。大きい。ちょっと張り切って大きく作っちゃった。形切りめっちゃ握ったもん。もう
超握ったから多分すっごいたくさんあると思う量が。エッグでお腹いっぱいになりそうね。それまあありがとうございます。あ、こうって開けたままだった。ちょっと待って。はい、ちっちゃいはここだけ切られてるから見えないからいいやって思ってたけどさ。開けてやっちゃった。明日は朝配送。明日はあのちょっとあれがあって、まああのことあった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 なんね、あのね、あの明日はちょっと多分朝すごい早いと思います。明日の配信は6時とか6時半とか、いや違うな、6時ぐらい、6時か5時後半、そう6時前後、うん、えじゃ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 が、あのちょっとあのちょちょちょのなのでなので、6時前後にやろうと思います。ちょっとまた時間が決まったらご連絡したいと思います。よろしくお願いします。ぜひ見れる方がいたら、僕ちょっと起きてますで、その時間僕起きてますで、余裕で見れますでって方がいたらぜひ見てください。はい、テスト帰ってきた、うん、させてください。はい、帰ってきました、させてください。え、明日の朝の話、はいはいはい、明日のショールームの朝配信の話です。何だと思った？刺しますぞって一緒で刺しました。一緒で刺しましたか。まあ、公表、まあ、しないということは、いいじゃん、してくれ。なっちゃん、ありがとうございます。英語はどうでした？じゃあしてくれしておみじ、ありがとうございます。頑張ったんだけどな。一番いい点数、一番いい点数言ったらバレちゃうやん。ねえ、なんとなく全部あそういう点数なんだなって分かっちゃう。もうダメ、化粧のやり方変わった。え、変？ちょっと涙袋キラキラつけてないぐらい。あの自信は何だったの？もう超自信あったのにね、もう100点だと思ってたもん、自分で。もう理科とか余裕で100点取れると思ってたら全然違った。理科とも社会はもう100点だと思ってた、自分で。全然違った。でも家庭科はまだ帰ってきたいんですけど、もう家庭科は多分ね、もう超できた。今日は月が綺麗です。あ、ありがとうございます。後で見てみます。一応頑張ったんだけどね。はい。もうこの話やめましょう。はい。この話はちょっとやめましょうね。通知表が、その話もちょっとやめましょうね。はい。中秋の名月、ロマンチックなセリフがでしょでしょでしょ。ということで最後に音を取りたいと思います。長章ありがとうございます。中秋の名月ありがとうございます。
あれが書けなかったの。尋常っていう字、尋常っていう字が分からなくて、もうなんて書いたんだっけな、待って、あった、なんて書いたんだっけな、なんか先生に全然違うよって言われたなんて書いて、なんかすごい字書いてた、なんか漢字じゃない字、そうそうそう、この字なんだけど、もうなんていう字書いちゃったとかのレベルじゃなくて、もう知らない漢字書いちゃったなんか世は書いたんだけど、なんか下に言う書いたのかな、なんかすごい漢字じゃない字を書いたはい、もう漢字さえも書いてないそう、はい、というわけで0円も出します、じゃん、504日ありがとうございます。そう、自分で作った漢字書いちゃった今日はなんか朝にママがフレンチトーストを作ってくれたんですけど、そのフレンチトーストが美味しかったので、そのフレンチトーストをかけました。504日ありがとうございます。それではランキングの前に引用と歌いたいと思います。大変から待っておりますございませんなんですけど、すいません、まだアプリを再起動しておらず、まだ履歴でしか歌えません、大変申し訳ございません、大変申し訳ございません。しっかりパパが帰ってきたら再起動していただきますので、もう少々履歴でお待ちくださいということで歌を歌いますそれはありがとうございます。もういけんのかな、いけるのかな、アプリ最新、あ、もう一回やればいいの、あ、そうなの、ちょっとパパにやってもらいますということででも絶対今さ、この検索ってボタン押したら絶対今切れるよね、ね、切れるよね、やめとこう、いろんな同じ曲ばっか歌うんですけど、まあね、12周年公演に青春ガールズ公演にも出るので、それのねちょっと前置きというかはい、この配信でコールの練習をしていただけると嬉しいです、12周年に向けて。それでは聴いてください、バージンラブ。ありがとうございます。バジラバジラ、あなただから教える、まして友達にも話してないの、片手以上男はいたわ、学校じゃちょっと嘘じゃない、本気さ加減は微妙、大人びた女の子、ゆだけゆだけ見えっぱり、その先は未経験、背伸びをして生きてるの、大人びた女の子、見かけ以上さまを読む、早く誰か奪って、早く誰か奪って、早く誰か来て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 、バジラバジラもコールしない、工夫があるじゃん、バジラバジラ、育ちすぎた果実を持て余す、未成年の焦るプライバシー、気づくないじゃん、笑われるわ、みんなに話し合わせてるけど、出会いがあるのも待ちきれない、守ってるだけじゃ歌、残された女の子、少数少数マイノリティ、その儀式未経
からいいでしょ、本気だからいいでしょ、本気だからいい、変更戦が始まります。はい、それではランキングを選んでいきたいと思います。花束ありがとうございます。13位からいきます。13位、てんてんの生まれたの歌の方ありがとうございます。12位、マルタナボタの方ありがとうございます。12周年公演でもハイハイ行っちゃいそうな思った本番なんか練習ではよく心の中で言ってんのだから声には出ちゃう時もあるんだけど大丈夫大丈夫。11のマルタナボタの方ありがとうございます。は心の中で一人で言っております。10位公開生まれたのぶたの方ありがとうございます。9位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。8位の生まれたのぶたの方ありがとうございます。ラッキーセブン丸の生まれたのぶたの方ありがとうございます。6位丸の生まれたのぶたの方ありがとうございます。あ、こっちもか。5位、漢字はちょっと難しいですの生まれたのぶたの方ありがとうございます。4位の生まれたんのぶたの方ありがとうございます。3位は生まれたんじゃなくてかわいい、え、かわいい、めっちゃかわいいんだけど、ね、めっちゃかわいい、ぴょんちゃんがかぼちゃかぶりましたみたいな、かわいいの青田の方ありがとうございます。超かわいい。2位の生まれたんのぶたの方ありがとうございます。ただいまーピンポンパンポーン、ジョグ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 ジョン。今日の1位はの生まれたのぶたの方ありがとうございます。
方ありがとうございます。待って椅子が、これでいきます。ありがとうございます。名古屋城もありがとうございます。2700人の方見てくれてありがとうございます。ということで明日の配信はちょっと朝早いんですけど、見れる方がいたらぜひ見てください。よろしくお願いします。大富豪は9時から9時半までやります。12周年の公演ね、練習もしますので21時から21時半までやります。はい、そしてよろしくお願いします。わかり申した。いやなんか違くない言葉合ってる。それではい、よろしくお願いします。ということで明日の朝の配信も見れたらぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで二人したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。